ポン。あーもう明日あるある早く言いたい。あーもう明日あるある早く言いたい。Let's go, 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 go! クルー、全然インパスタ引かないね、最近ね。ペタペタ、ぴょんぴょん、足でいなかけちゃう。ビビビビンビン、お手手はひひなつないじょう。あの子が入ると心も躍るよ。あっちゃん、な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 に、なんか言うこと2回やってるよね、あなた。なんかね、わかんないけど、5回やったつもりがなんか、離れてできたと思って下に行ったら、なんかまだ矢印出てたから、あれあれみたいな感じで行ったら、しょぼすけさんにガン見された。いや、おかしいやんと思って。何があったんですか、何があったんですか。そんな分かりやすいダミータスクすると思って。ダミータスク。何の話か、何の話かを。何の話か。夏目先生をするって話ですか。あ、ごめんなさい、夏目から言った方がいいと思ってて、夏目が初動リアクターのおぼろげやってたんですよ。はい、おぼろげやってて、終わったーって思ってロアの方に行ったら、あれ、なんか矢印まだ出てるぞって思って上に行って、もう一回離れた後にまた来てやタスクをやってたら、しょぼすけさんにガン見されて、こいつフェイクタスク同じところで2回しょぼすけの前でやってんじゃねえかって思われて、今詰められてます。でもまあ夏目先生がそんなアホなことしないか、ベテランだもんね。いや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 、この流れはまずい。皆さんスキップで、投票スキップでお願いします。この流れはまずい。本当に間違えたんだって、なんか。この流れはまずい。待ってる先生がそんなアホなことするわけないよね。てか、カメラ見てたの誰ですか。はい、あさこです。あさこさんですよね。あさこさん、ありがたい。もう一人誰がいました。あ、僕弁慶してました。あ、いましたね。してましたね。伝ってるなと思って。弁当警察、弁慶。弁当見てました。メッドベイとエレクトリカルとセキュリティの弁当をずっと見てました。ネットベイチ誰ですか。僕です。マシャカリさんは十字路上に行くの僕見てるんで、まあ、ね、系列的に合ってると思います。タスク終わった瞬間にボタン押されたんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね。テンション上がった。はい、レプチンさんは白っぽく感じちゃいましたね。ナビゲーションで2人っきりになってもキルされなかったから。あ、でもカメラついてたんだよね。スキップ、スキップ、二郎でしょ。ここ二郎でしょ。俺が知らないんだよ。いや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 。マジで最近危険だからな。ちなみに停電を直したのは僕です。はい、パパ、停電直るね。嘘っつ。受け入れたぜ。パンパパパパンパパパパンパパパパン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 。あーもう明日あるある早く言いたい。あーもう明日あるある早く言いたい。いこん、うるるるる。おぼろげやりたかったな。ないな、今回。ポイントが見えるのか試したかった。行くしょ。行くしろ、行くしろ。行くしろ、黒。
何、ロアじゃなかったのか。はい。大発見です。カフェテリアの真ん中のボタンのところの右下あたりで砂留さんの死体です。神宮さんめっちゃ怪しくないじゃん。めっちゃ怪しいです。僕です、ウェポンで砂留さんすれ違ってますね。でそのまま下ってるので、ウェポンですれ違ったのは僕ですよ。ウェポンで砂留さんと一緒にタスクをして、畑迫さんとすれ違った、僕が畑迫さんとすれ違ったのこの字ですよね。僕が砂留さんとすれ違っているのはウェポンで一緒にタスクやり、砂留さんがカフェテリア方向に行き、僕が下方向に行きました。あ、じゃあ直近ですか、死んでんの。僕カメラの説明していいですか。どうぞ。僕カメラ見てたのは僕で、まあちょっと要点だけ言うと、まず畑迫さんがこの字の上側からナビゲーションに入るの見てます。はい。でその後畑迫さんが大津側に抜けるときに神宮寺さんとこの字の上あたりですれ違ってます。はい、はい。でその神宮寺さんはメッドベイ側から来ましたよね。そうです。メッドベイ側の通路からこの字側に来てるんで絶対カフェテリア通ってます。通ってます。で、そのままこの字の下に抜けてます。じゃあ砂留さんとすれ違って、畑坂さんとすれ違ったんですか、神宮さんは。です、はい。うん、それは違ってるのも間違いないです。で、カメラには砂留さんは映ってないです。なるほど。超直近ってことですよね。で鬼怒川さんはアドミン側の通路には鬼怒川さんがアドミン出て下側に行ってるのが映ってました。合ってます。それはでも畑坂さんと神宮さんすれ違う前です。カメラ情報以上です。僕ゴリゴリに怪しいですけど、すれ違ってるのは事実です。他は、うん、白ピンクは多分距離的に無理です。エレクトリカルあたりです。で他にで、ね、カフェテリアに入ってる人がいないので、うん、弁当を使ってる以外ありえないと思うんですけど、うん、アドミンに入ってる人もこの字の弁当も動いてなかったんで、神宮さん釣っていいんじゃないかなって僕は正直思っちゃってるんですけど、釣、はい、られちゃう、うん、黄色のレプチン、ちなみにリアクターにいたんで、夏目先生が来た時に僕は最初にいたの分かると思う。レプチンさんだけはありえないと思います。釣られちゃう、釣られちゃう、はい。まあ、一応僕がめっちゃ喋っちゃったからボタン押しますね。釣られちゃう。押さなくていいよ。押さなくていいですか。もういいよ、もう決め打ちで。神宮寺さんにも人権はあります。スタップ細胞はあります。うん、できるぜ。あ、いや、直す。あれ、まさかこっちね。夏目さんはインポスターじゃないかもしれない。翔介さんは絶対にしろ。アッパー、コミュニケーションがの妨害がされる前、アッパー3シールド2ウェポン1とかだったと思います。はい。で死体はボタンでしょ。ボタンです。あ、ボタン、アッパー3合ってるウェポン1は誰。ウェポン僕かな、多分僕だと思います。ギリ直前ですか、ボタンの。いや、コミュニケーションが鳴る前ですね。鳴る前か。あ、コミュニケーション鳴っててもボタン押せるんだ。直しました。直ったから。あ、直ったのか。僕さっき、一応さっきの、神宮寺さんの対抗位置だったんで、その、うん、ローラーを完成するか、なんか生かすかを任せますっていうボタンを押そうとしたんですけど、まあ今回のこの死体消しもあるんで、別にローラーしてもらっても構わないんで。いや、コミュニケーションのタスクってそんな長くなかったですよね。俺ちなみに今エレクトリカルでタスクをやりのストレージが最終なんですけど、エレクトリカルから出るときにロアから来る鬼怒川さんいましたっていうだけ。本当です。僕から出す情報それだけです。
まあ、下位置が分からないです。マシャカリさん見た人いないんですか、うん、シールド2は左側じゃないかな。シールド僕通ってないです。右側じゃないかな。お見舞いのシールド2は誰ですか。あ、それじゃあ左側にいた人はやってなさそうなんで、ショボスケさんと先端さんと木野川さんと僕は違うんじゃないですか。左側にいたんで、ハタサコチャケポヨのどっちかですね。そうですね。あ、でもコミューサボなる前にウェポン1ついてたのは多分僕なんで。あ、じゃあ下がって殺したじゃないですか。でもその時シールド、ウェポン1のシールド2なんですよね。あ、そうとか。であれば僕は無理じゃないですかね。それがマシャカリさんだった可能性もある。うん、あ、これでもハタサコさんのセルフはない気はするけどな。うん、雑投票。雑って言葉があんま良くないんだろうな。雑なわけじゃない。合理的投票って言った方がいいか。適当って感じがするもんな、雑っていうと。絶対やってないと思うのは僕と夏目さんで、だからチャゲポイさんの動きですね、教えてほしいです。マシャカリさんが死んだ後のボタンの後、時の。僕は、どこだったっけな、エレクトリカルあたりで先端さんと何回かすれ違ってて、ストレージで給油した先端さんがロワー向かっていくのを見て、うん、僕はコミューシールドナビゲーションと通ってタスクをして、うん、ウェポン入って、で抜けたあたりでボタンが鳴ってます。その先端さんの動きは間違いないですね。ガソリン入れた後ロワーで僕会いました、先端さんに。ガソリン入れたロワー一瞬4になってました。あ、ロワー4いました。うん、ショボスケと先端さんと。4は絶対無理です。まあ機体消えてるからいいですか。先端さんどこ入れました。ゴミ直してます。直した瞬間なってる。あ、いや、誰だ。先端さんどこ入れたか聞いて、先端さんどこ入れたか。あ、スキップ。僕もスキップです。あ、これはもう釣らないでってことですか。もういいんじゃないですか。三三だったから誰か一票入れてないですけどね。あ、入れた先を教えてほしいってことですか。多分そ投票の話だった。昨日の話。はい。あ、自分聞いてたの今回だ。今ですよね。今回の話もスキップっす。うん、前回もスキップでいいと思うけど、うん、いやでもな、怖いっすね。やっぱカメラ情報で出して自分で釣ってる以上、ちょっと畑底さんがセルフだった時、ああ、もう全然あれだったら僕あの死体消しもあるんで釣ってもらっていいですよ。ね、うん、まあ7人の中にいるんじゃないですか。ムラリはあるのか。それは7人そうなんですよね。7人で進みましょう、うん、僕もそれでいいと思います。二郎いたとしても最悪僕タスク終わったら畑底さん見つけてもうずっとピッチャー食っていきます。うん、てか神宮さんと対抗じゃないけど畑底さんもローラーするかもみたいな話になった時にセルフでその死体消してってさらにその自分を黒く見せるようなことしないんじゃないかな。自分本当に黒だったら、うん、せっかくローラー免れたのにローラーされそうなことするかなっていう感じがするから。確かにちょっとアグレッシブすぎますね。うん、あの情報が白すぎるから、うん、アイコンを実写にするぐらいアグレッシブですもんね。いけなかった。めっちゃ面白めっぺ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 いつ今日の血液型占いランキング第1位はごめんなさい AB マイナスのあなた。 AB マイナスのあなたは自転車に乗って坂道を上がるときにこう息がハッハッってなりながら坂道を上がっているといたら口の中に虫が入っちゃうかも。ラッキーアイテムはイソジン。死ぬかな、死ぬ気がする。
福さん、夏目先生急に出てくるとびっくりするよな。はい、はい、はい、タスク終わったんで、はいはいはい、しました。同じくタスク終わりました。僕も終わってます。あとはワイヤーをチュッチュすれば終わります。まあこれ1釣れてるしな、多分ほぼ。これってチャゲポヨさん釣ったらダメなんですかね。なんかアッパーさんが僕と誰でしたっけ、夏目先生とショボスケさんかな。でロア4の時がセンタンさんとレプチンさんと夏目先生とショボスケさん、うん、で左側に全員いたんで、右側にいるのってチャゲポヨさんしかいないと思うんですよね。あとハタさんの期待消しと、はい、だからチャゲポヨさん釣って終わんなかったらハタさん釣って、まあタスクすんなんで、成功してタスクすんでスキップでいいっす。いやそうですね、もし確率 100% 勝てる方法を取りましょう。ショボスケさんが、うんうん、ショボスケ黒の神宮白があり得るから、カメラの情報を偽装して。いやでもキルペース的にはないんじゃないかな、うん、そうか、僕インポスター。いやまあ確かにで、夏目先生に白塗りしてる可能性ある俺。うん、まあ夏目は追ってないけど、夏目は追ってないよ、夏目は追ってないよ、可能性としてね、可能性としてね、タスクをね。まあでもね、無理に釣りに行かなくてもいいと思う、まあ、確かに、ここは、うんうん、タスク、頑張っちゃいましょう。そうしましょう、うん、カメラ見てます。35秒に1回ボタン押せば勝てます。はい、了解です。もうずっとカメラ見てるんで。29秒でしょうか。はい、それが最後のね、遺言になっちゃうから、ボタン定期的に押せば出ます。殺さないで。I don't see the end. ラレラレラレラーラレラレラレラーやー baby, baby. そんなに悪くないよ。足が4本やった。危ねえ。ナイスでーす。いやー、チャゲモさんごめんなさい。いやー、これキルが全然できなかった。いやー、チャゲモさんごめんなさい。スナベさんにベント見られちゃって。まさきピンクか。やるしかなかったんす。なるほど、なるほど、そういうことか。なるほど。なるほど。まあでも僕もキルした時にあんなに左固まってるなんて思わなかった。ねえ。やっぱ固まってると強いなぁ、やっぱ。